ユニャン、お店ってさ、お店もう一回。あれチキパ通信でなんか BGM 流れてない？あれおかしいな。ここどこ？ここ HMV 大宮ロフト。今日何日？1月8日もしかしてお店に CD が届く日？お渡し会今日。え、もしかしてじゃあさっきももクロさんじゃなくてあそこに流れたのってチキパ？お店でチキパ流れてる？うなずいて今笑い方がやばいやったね。あのインタビューとか雑誌のインタビューとかでいつもあのお店で自分たちの曲が聴けるようになりたいってゆりたちは言ってたんですけど、それが今日やっと叶いました。イエーイ。叶えようか。セラちゃん何ちゅん？あのね、すごいのびっくりした。だってあの HMV こう入ってくるじゃん。入ってきてさ、一番最初に目についたのが地域パレードのブンブンナインのミュージックビデオと CD とあとグッズとかがこうやって置いてあるのがね、ボーンってなってね、びっくりしちゃったよもう。え、誰？懐かしい。あれ誰？え、なんかここら辺足りなくない？なんか2個なんか足りなくない？あれ？どうしたどうしたどうした？なんかあ、ユリアだよ。今日セランいなくない？ね、あれセランいない。なんか私ユリア、ダブルお団子のさセラン いなくない？ひみこ様近い。ちょっと待って、ちょっと待ってあれじゃない、ブンブンナインをさ英語バージョンにさしてるんじゃない？じゃあ英語バージョンで、せーのせーのせーの、5、6、7、8あ、そうそうそう、みんな汚いから、みんなチキパの新しい消臭剤お、やった、届いたよ、靴の消臭剤。やった、いらないよ。誰その今言ったのよ。行くぜベイビー、新品。みんな集合集合、イエーイ。今からブームナインの CD のお渡し会を行います。イエーイ。なんかさ、みんなの手にブンブンナインが届くって思ったらちょっと泣きそうになる。フラゲしかもお店でももうブンブンナインの、そう、今流れてる、流してくださってて、で入った瞬間もうなんか聞こえるからもううるっときちゃって、BGM がブンブンナイン、やっとなんかメジャーデビューなんだなって実感してきました。今日はね、皆さんに感謝の気持ちを込めながらね、いっぱいこういう渡すぞフラゲ、おーい、この段ボールあるじゃないですか、うん、これ全部ブンブンないらしいですよ。すごい、全部予約してもらった。ママあるの、いやーすごい、すごい、すごい、感謝と CD を受け取ってくださいね。感謝の意味可愛くなかったよね。何、感謝ってどういう意味？感謝はありがとうの意味。感謝の気持ちだ。ユニャン何書いてるの？うん、HMV オメアロフトさんにサインを書いてるんだよ。ユーナちゃん、大好き。今ノリで書い
ったんです。大好き。出るかな。一生懸命書いてみます。えい。なんか変になっちゃったよ。なんかセランのお団子と合体したね。知らないけど。じゃ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 ん。ここが私たちの劇場です。入ったかな？入ってるかな？ここで毎日違う毎週末大宮ロフトさんにてライブをさせていただきました。本当にここは愛着がある場所で私の。地元なんですけど埼玉県は本当にたくさん展開をしていただいてね、びっくりした岩井さん画面を見ようと思ってたんです本当にたくさんあのお店のミュージックビデオ流していただいたり今も曲をかけていただいたりしてね、そしていよいよ明日メジャーデビューということでどうですか。本当にさ、やばいよね。だってさ、待ってまだ明日のじゃん、うん、メジャーデビューだけど、うん、あそこにね、CD を置いてくださって、しかも今聞こえますよね。夢つかみます。これ流れてるんですよ店内に。やばい。チキパがですよ。だってまだ明日ですよ。今今日メジャーデビューまだしてないんです。明日なんですよ。なのにかかっちゃってセランくねくねしてるよ。めっちゃくねくねしすぎや。あのねユリアにねあのなんだっけセラーをねくねくねしてるからねセラーをしてくれてる人はねみんなくねくねしちゃうんだよって言われたの。話がずれたぜ。あごめんね。いいぜ。びっくりした。もっと思ってツーショット。もしセカンドシングルができたら、うん、ここでまたライブしたい。ここナンバーワンって書いてあるよ。ナンバーワンだぜ。宇宙一。宇宙一。おいいね。シーキーパレード、はい、またここでライブしようね。また HMV オンヤラウトさんでブンブンしようね。ブンブンうんうん、かわいい。そこユーニャン好き。サンのユーニャンめっちゃかわいいんだよ。言ってるセランがかわいいよ。かわいい変な声だね。いやいや、じゃあ明日発売だぜ。みんな買うしかないぜ。そうだぜ。買うしかないよね。おお。かわいいユーニャン、かわいい。じゃあ、がんばっちーぽんちゅだね。がんばっちーぽんちゅ。かわいい。じゃあ、切るね。うん、なんか電話してるみたいな。切るね。はい。うん、うん、じゃあ、セランが、じゃあ、ユーニャ切ってよ。いや、セランが切ってよ。いいよ、ユーニャ切ってよ。いや、セランが切ってよ。じゃあ、セランが切ってよ。じゃあ、ブチって一緒に切ろう。せーの、ブチ。今からどこに行きますか。大宮ロフトさん。大宮ロフトさんの入り口にミュージックビデオが流れてるんですけど、そこに行ってくるんですよ。行ってきますか。行ってきますよ。そうなん、チキパが流れてる。もうね、ここは劇場化してるんですよね。嬉しいことに、ほら、じゃーん。あれ、間違えちゃった。ちょっと変わってた。今さ、じゃーんって言ったら変わってた。え、ちょっと待って、聞きます。早く早く。本編が流れてる。嘘。本当。やばいよ。ほらほら。やばい。めっちゃ怖い。ひなだ、ひなだいる。これひな、これひなだよ。ここ。まぶしそう。ひなだよ。ひなだよ。ここ前まで違かったよね。違かった。すごい。キッパー、すごい。嬉しいな。あっちもですか。あっちもですか。あさみも。ああ。あさみだ。あさみだ。捕まっちゃいました。ごめんなさい。みんなについて行ってます。お疲れ様です。うわぁ、え、チキパが来てます。ちょっとユリア見えないよ。ごめんごめん、アサミチキパコーナーまで来てます。ほら、こっちでも見
ビデオが流れてます。しかもお店のお店の歌も。どうユリア？いやもう嬉しすぎて、もうだからさっき入ってきた時から泣きそうになっちゃって。アサミーもでしょ。そうそう。チキパン。え、これ今描いたやつだよ。やばい。これ今描いた。本当描きたてほらほら。で今度来た。これ買いに行こう。マリンが。これ買いに行こう。見て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 。誰これ誰？ほら。チキパレードの部分の一角。でかいでかい、大きい大きい、すごい。で買いに買いに。チキパコーナーができてます。ちょっと待ってくださいね。行くよ行くよ、入りたての人行くよ。あ、やった、着いた着いた。あ、チキパコーナーじゃんみたいな感じです。超嬉しい。やばい、本当に行ってんの？え、流して、流したよ。聞けんの？来た来た来た。オーケー、アイユーレディオーケー。チキチキチキパナー。聞いて聞いて聞いて、聞く聞く。一瞬貸して。聞けんじゃん。ありがとう。聞こえる？聞こえるかな。聞こえる聞こえる聞こえるよね。聞こえる。すごい、嬉しい。皆さんも見に来てくださいね。待ってますね。待ってますよ。かわいいですね。高まりナウです、チキパ。皆さんも流しとこう。じゃあねー。じゃあねー。嬉しいね。チキパ通りになってるんですよ。もう行きますよ。チキパのミュージックビデオでしょ、ポスターでしょ。それでもうちょっと進んだら、はい。やばすごい、まあ、写真貼ってある。このエンジン全開イベントの毎回撮ってた写真がすごい。あとここの T シャツと、やばすごい、ここのティッシュと、すごくないですか？ T シャツがあります。すごい、すごいですよ。ゴールは、ゴールはゴール、ゴール、あ、このゴール、あ、ゴール、ついてきてください。この劇場のゴールはですよ、こっちです、こっち。じゃあ、この劇場の入り口になっております。ここを入ったら私たちの劇場があるんですよ。本当に嬉しいです。すごいね。劇場のライブ終わっちゃったけど、でもここは劇場なんでまたやりたいですね。本当にありがとうございます。こんなに本当にチキパだらけにしていただいてありがとうございます。皆さんも HMV おみやロック店見て、チキパ通り、そして劇場まで見に来てください。はい、回りました。ナンバーワン取るぞ。あ、チキパの長いひなさんですか？使っちゃいけないみたいにしてるの、うん、今すっぴんなんでごめんなさい。本日シックしてるやないか。本日メジャーデビューということで本当におめでとうございます。ありがとう。何がいいかな。どうですか、今後の目標は何ですか？よすぶいけん。今後の目標はもう決まってるよ。何ですか？何ですか、何ですか、何ですか、何ですか？いいこと言うから話して。宇宙に向かう男子アイのチケット、ありがとうございました。はい、メジャーデビューおめでとうございます。ありがとうございます。今後の目標教えてください。今後の目標は世界制覇。はい、ありがとうございました。みどりちゃん、あめでとうございます。ジェイケス君が曲がっちゃった。めでとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、おめでとうございます。分かった分かった分かった、本当に待って、本当にありがとうございました。はや、はい、めでとうございます。あ、はい、ちょっと今急いでるんですけど、すいません、あれやることが、はいはい、何ですか何ですか。5秒で今後の目標教えてください。今後の目標、栃木制覇です。はい、何ですか。あの、もっとなんかちゃんとした目標。あ、ちゃんとした目標、やっぱりチキパは皆さんと一緒に近い。やっぱりチキパはあれです、やっぱりライブが大きいところでライブしたいですね。やっぱり
それにはやっぱりみんなね、ファンの方でね、うるさいな、ファンの方をたくさんつけないといけないんで、これさ、7人分かな頑張ります。はい、ありがとうございました。皆さん今日は来てくださってありがとうございます。チーキンパレードメジャーデビューしました。はい、それでは今から握手会始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。代々木のやつ。あ、本当ですか。ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。ありがとうございます。本当に嬉しいです。じゃあこれからだから、チキパこれから、え、これからだから、ついてきてね。もうダメですよ。ありがとう。よかった。ちょっと次は。
1位を狙いたいと思います。3位でちょっと悔しいんで、ありがとうございます。言わなきゃいけないことがあるの。あのね、ゆら最近毎日ね、公衆電話からね、電話が来ててね、すごい悩んでたの。もしかして、あの変な人から電話来てるんじゃないかと思って、公衆電話って危険だなと思ってずっと出なかったの。今日勇気を持ってね、公衆電話ね、お母さん隣にいてもらって出たら、また和子さんですかって間違えられて、もうユリア和子って呼ばれるの耐えられなくて、違いますって超キレて言っちゃったの。え、和子電話何回目？和子電話、その公衆電話も合わせたら6回目。やば、もうほんと和子さんって誰？え、和子さんの電話番号と一緒ってこと？一緒ってことは、ゆりこれからずっと和子さんと間違えられ続けるの？ね、チキパユリアに電話かけるとき和子さん、もうやだ、絶対やだ、絶対やだ。ね、これライブとかで言わないでよ、絶対ゆりまた和子コールされちゃうから。振りでしょ。いや、マジやめて、本当に嫌だからね。あの、もっとさ、和子ね、和子じゃん、ゆりやって呼んでくんないと。和子、和子ね、カズコすら噛むのやめてくれないカズコって、なんかさ、今さ、お店で流れてない？チキパ通信ってさ、BGM あったっけ？ないよね。え今日は1月の8日で、私たちのメジャーデビューシングルブンブンナインがお店に届いています。イエーイ、今日お渡し会なんですけど、HMV さん入った瞬間になんかでっかいモニターがあって、そこに前はももクロさんが流れてたわ。